こんな深夜にバナナかよというね、大泉洋さんのドラマがありましたけども、ちょっと見させてもらいました。まあ映画だったかな、あれな。なかなか面白かったですね。大泉洋さんっていうのは私ね、あまり好きじゃなかったんですよ、実は。でもドラマを見るたびにどんどん好きになってきますね。あの水曜どうでしょうの頃はちょっとしか見なかったんですけども、あんまり好きになれなかったんですけどね。でもすごい演技力ですね。ということで今日はね、水曜どうでしょうの話じゃなくて、今日もねこのパンの話でございます。というよりもパンを私が食べる動画でございます。前回パン食べるところをね、なんか随分見てくださってる方が多くて、ちょっと不思議だなと思ったんですけども、今日も見てください。一つはね、このおなじみのカレーパンです。山崎のコンビニとか行くと必ず買っちゃうんですけどもね、このカレーパン。今回もドラッグストアの割引に行きました。見切り品セールに2割引って書いてるでしょ。これが391キロカロリーなんで、これから一生懸命働かないとこの小さなカレーパンのねカロリーは消化できないかなと思います。でもう一つがこちら、山崎のアンドーナツ。これはね、めったに買わないんですよ。見るからに甘そうでしょ。でカロリーもすごいですよ。436キロカロリーと、2つ合わせて800キロカロリーを優に超えます。さあこれね、昨日も2つ食べたじゃないですか。今日もこの2つ食べるとなると、結構ねカロリー蓄積すると思うんですよ。だからドリンクはね、ブラックコーヒーにさせてもらいました。まずね、甘々しいこのアンドーナツからいただきましょうか。いやー、なんかねこれ食べていいんでしょうか。まあ好きなものを食べてね、で片っぽではまた筋トレ頑張ればいいんじゃないですかね。まあやっぱ美味しいですね。あのイースト菌問題とかね、砂糖の中毒性とかいろいろあるんですけども、まあ、やっぱ闇の支配者が私たち愚かな国民に仕掛けてくるだけあってね、美味しいです。中毒性もちろんあります。もうハンバーガーもねたびたび食べたくなるし、ピザもついつい食べたくなりますね。まあでもだからってね、あの精進料理ばっかり毎日食べて、つまらない食生活を長く続けてもね、たまにはこうやって刺激の強いものをいただいて、本当に人生を謳歌したいものです。まあこういう発想はかもられる原因なんですよね。面白ければいい、楽しければいいと。暗号通貨投資も刺激がそれなりにあるんでね、なんかそのお金を失う興奮っていうのはありますね。確かにね、転落って割と楽しかったりするんで、あれも失いこれも失いと、ちなみに2020年いかがでした？感染症がいくらねあるからといって、私たちはね人生手足縮めていくわけにもいかないんでね、実のある1年を送っていかないといけないなと思います。私ね、今年1年過ごしてきて、昭和16年とか17年ぐらいのその太平洋戦争ね、大東亜戦争が始まってしばらくしてからの日本とのこんな感じだったのかもしれないなと思いましたね。いわゆるクラスターが起きて、そこの施設が警戒される体制に入るっていうのが、空襲で家が焼かれるみたいな感じかなとかね。それから町からいろんな人がね入院していくっていうのは、もしかしたら徴兵で取られていくみたいな、そんな感覚でも全然違いますけど、全然違うけど、多分私が昭和17年ぐらいに生まれてたとしたら、今感じているような不安を抱えながら生きていくのと、日本政府の発表本当かなとか、戦争なんて本当はないんじゃないかなみたいなね、希望的妄想を抱きながら、でも今起きている現実は何だとかね、日本医師会がどうだとかね、軍部はどうだとかね、そんなことをいろいろと考えながら生きていたんだろうなと思いますね。どうなんでしょうね、やっぱり情報って裏付けがあればあるほど騙されやすいですよね。
根っこの情報が本当かどうかなんて、これこそまさに分からないじゃないですか。表面の情報の、正しい正しくないを見分けるのが、いわゆる裏の裏付けってやつですか。裏付けだとしたら、その裏付けを裏付けるものってもうないわけじゃないですか。だから結局は最後はね、自分のこの解釈なんでしょうね、きっとね。こうやってあんこが悪いのか、それともある程度の毒の方が人生は豊かになって、トータルで長生きとかね、健康を担保できるのかとかね、思いますよね。ちょっとこれ粒あん美味しいんですけども、カレーパンの方もちょっと食べてみようかなと思いますね。カレーパンいただきます。粉がポロポロ落ちるんですよね、こういうのね。カレーパンはね、やっぱ乳化したてじゃないとダメだね、新鮮なやつじゃないと。カレーパンはやっぱりこの割引になったカレーパンってのは確かに美味しくないと私は感じます。カレーがもうね、生き生きしてないんですよ、色がちょっとね、これだったらレトルトのカレーの方が美味しいですね。まあ、ちなみにね、うちでいうカレーパンっていうのはカレーを作るじゃないですか。それに食パンとかつけて食べるんですよ、カレーパンね。一番美味しいというまあでも日本人カレーパン大好きですからね。今日は2個、ちょっともうちょっと時間かかるんで、この辺で